湯布川峡谷、湯布川峡谷は、大分県ウェップ市から、湯布市ハ間町にかけての大分川、水系角川支流の湯布川の上流にある峡谷、湯布川峡谷とも呼ばれる。約60万年前に噴出、堆積した大規模火砕流である、湯布川火砕流が侵食されたことによって形成された峡谷である。高さ約15から60メートルの切り立った断崖の、 そこで渓流が約1 2キロメートルにわたって続く。苔のなした岩肌を40畳以上あると言われる、細い滝筋が流れ落ちる幻想的な景観が広がり、美しい峡谷で知られるオーストリアのチロル地方になぞらえて、東洋のチロルとも呼ばれる。夏には涼を求めて、また秋には紅葉の名所として観光客で賑わう。 大分県の名称に指定されるとともに、大分遺産及び大分百景に選定されている。峡国には、かつては上流から順に、別府市川の椿入口、湯布市挟間町川の猿渡り入口、谷川淵入口の3カ所の入り口があったが、近年は椿入口及び猿渡り入口の2カ所になっている。椿入口の上流側には、 峡谷両岸の断崖の間に大きな岩が挟まったチェックストーンが見られる。猿渡り入り口付近には吊り橋がかかっており、ここからも峡谷を眺めることができる。2017年1月に崩落、落石のため椿入り口が通行止めとなり、同年9月には九州北部豪雨や台風18号の影響で猿渡り入り口が崩落して通行止めとなったため、 川に降りることができない状況が続いていた。しかし、2021年3月29日に、猿渡り入り口が新たなルートで復旧している。ありがとうございます。